ビクター・フレミングはアメリカ合衆国の映画監督、カリフォルニア州出身、男性映画の監督と呼ばれる、カリフォルニア州ラ・カナダ・フリントリジ生まれ、父は同州パサデナで最初の水道設備の設置に当たった技師だったが、ビクターが4歳の時に死去、母親が再婚した後、ロサンゼルスに移住、その後、牧場を経営している叔父の家に引き取られる。 学生時代は、わんぱくなあまり、14歳で学校を辞めて、パサデナの自転車店で働く。自動車に興味を抱き、後にカーレーサーに転身し、また、メカニックとしても活躍する。この頃、映画監督のアランドワンの愛車を修理したことが、きっかけでドワン監督と親しくなり、1910年に、撮影アシスタント兼、カースタントマンとして映画業界に入る。翌年には、 女監督、1915年頃から撮影監督となり、ドアン監督や D.W. グリフィスの作品に参加する。1916年、アメリカ陸軍所属の写真家として活躍した後、1919年のアンウンハレテで映画初監督、ダグラス・フェアバンクス主演の冒険映画を多く監督した。1922年にパラマウント映画と契約し、 当時絶大な人気のあったクララ某主演のフラやドイツの名優エミール・ヤニングスのハリウッドデビュー作にして第一回アカデミー賞主演団優勝の名誉を与えた肉体の道などを手掛ける。その後、1930年にフォックス社に移籍。1932年にメトロゴールドウィン・メイヤーに入り、1932年のクレナイジンや1933年の 爆弾の方便にとヒット作を世に放つ。このヒット以降、MGM 上層部からもその実力を信頼される第一級の監督として、ホワイトシスター、宝島、スペンサート・レーシーがアカデミー主演団優勝した、我は、海の子、テストパイロットを手掛けて、あらゆるジャンルの作品で、その得意な才能を、いかなく発揮した。1939年に、オズの魔法師と、 風と共に去りぬという世界映画史に三々と輝く名作を世に送り出す。そして、風と共に去りぬでは、作品賞、監督賞など級部門を受賞した。これにより、名声を得たフレミングだが、実際、本作は彼以外にも、ジョージキューカータ複数の監督が部分ごとに演出をしている。1940年代に入ると、 ジキル博士とハイド氏という例外はあるものの、キャリアは加工線をたどり、1948年にイングリッド・バーグマン主演のジャンヌ・ダークが工業的に失敗する。この作品を最後に翌1949年に心筋拘束で亡くなる。ありがとうございます。